マナ。お前が真の姿となり、その身を永遠に捧げれば、人類を救うことができる。お前が真の姿となり、お前が真の姿、お前が真の姿となり。マナ、すぐに助けてやるからな。マナ！その生きた蓮、恩師の背中はわしが守る気に。弥勒、おまんはこれまで宇宙の調和を守るとやらでドレバーの人間を殺してきたんじゃ。逆に問おう。お前はこれまで殺してきた虫の数や踏みつぶした草の数を覚えているのか。命の価値をその程度にしか捉えちゃせんということか。この人手なしがと言いたいところじゃが、わしの手も決して綺麗というわけじゃない日に、幕末の世、日本という国を良くしようという思いだけで突っ走ってきたが、結果的にわしが撃った武器が数多くの命を奪うことになった。己の理想を実現するためには多少の犠牲もやむを得ん。おまんの考え方も理解できんわけじゃない。弥勒、おまんがおまんの信じる道を進むのは自由じゃ。けんどな、わしの大切な仲間を犠牲にするかは許さんぜよ。現世の生き死にに、ましてや瞬く間に消えていく人間になぜそこまで執着する。友のために命を懸ける、おまんには一生はくれんじゃろうな。失われた数多くの命を小さなものと気にも留め、そんな奴が宇宙を救うら語る資格もないぜよ。マナ、まだだ。龍馬、お前がいたから俺は強くなれた。レン、まっことええ男になったもんじゃ。恩師と共に戦えてわしは嬉しいぜよ。自らの命を削るとはな。魂を込めた一撃を食らうぜよ。今のはなかなか良かったぞ。レン、すまん。わしはこれまでじゃ。
マナ、手紙読んだよ。なりたかった本当の自分。俺が見ていたのはマナのほんの一部で、それだけでマナのこと全部知ってるつもりでいたんだな。あの手紙を読んで思った。俺はマナのことをもっと知りたいって、もっと分かり合いたいって。だからマナ、こんなことしなくていいんだ。一人で全部抱え込んで、自分一人が犠牲になって世界を救おうだなんて。ようやくマナの本当の思いを知ることができたのに、このまま何も言えずにさよならなんてあんまりだろう。それにマナのおかげで世界が救われたとしても、その世界にはお前がいないじゃないか。マナのいない未来なんて俺はいらない。マナ、お前は大切な仲間だ。俺たちと一緒に生きよう。Take it.